にちは、せいかです。今日は私の実家富良野から動画をお届けしたいと思います。ちょうど夕方で、すごい夕日が直撃していてすごい眩しいんですけれど、両親が実家で民泊をやっているんですね。今日はその私の実家の民泊マナカと言います、民泊マナカのルームツアーをしたいなと思います。はい、こんな感じで、このね、旗と看板が目印なんですよ。はい、ちょっとね、遠くに行って外観を3階建ての建物で、1階はね、今車庫になっていて、車も1台、止めていただけるようになってるんですけど、この3階が私たちが住んでいる住居で、2階全体が民泊ですね。それでは早速ルームツアー開始していきます。はい、それでは中に入ってきますね。うちはね、この外階段がね、ちょっと急なんですね。なので、サイトでもお伝えしてるんですけれど、まあ、ご年配の方とかだとちょっとね、大変かもしれないですっていうのは前もってお伝えしてあります。はい、2階上がってくると玄関です。この看板の真ん中のロゴは私とお姉ちゃんでこう相談しながらね、作ったんです。民泊真ん中は非対面でチェックインしていただくので、こんな感じでキーボックスがついています。このキーボックスを開けると鍵がね、出てくるんですね。はい、なのでこのキーボックス開けて鍵を取って中に入ってください。ダダーン。はい、中入るとこんな感じ。アミニティとして、あの、使い捨てスリッパもご用意しております。このマナカの絵はね、なんとカザフスタンで私描いてもらったのを今年ね、持って帰ってきたんです。かわいいでしょ。はい、ではこの玄関を開けますと、タタン、リビングです。こんな感じでキッチンもあって、テーブルとソファーとテレビとっていう感じですね。こちら調理台ですね。調理用器具っていうのかな、もあの揃ってます。はい、うちは8人まで、最大8人まで宿泊していただけるようになってるので、大人数でのご宿泊も見据えて、食器なんかもね、すごいたくさん用意しています。例えばこの中とかね、ほら、こんな感じで食器があります。お料理される方もいるので、長期滞在の方なんかね、特にお料理結構されるので、こんな感じで調味料も、最低限の調味料っていうのは全部揃ってる感じになってます。こっちはね、お鍋もフライパンもたくさんあります。家電、炊飯器、トースター、電子レンジありまして、冷蔵庫ももちろんあります。ここにはまだね、食器がたくさん入ってます。お子様用のフォークとか小皿なんかも揃ってます。そしてこの絵どうですか？素敵だと思いませんか？これもね、私カザフスタンから去年持ってきました。スーツケースに入らなくって、もう手持ちでカザフからはるばる持ってきた絵です。そしてこのリビングから見渡せるこの景色、ご覧ください。富良野は盆地なので、もう山に囲まれた町なんですけれど、ちょうどね、富良野岳かな、富良野岳、あとまっすぐ前に見える一番背の高いのが芦別岳になりますね。そしてそう、向こうにアリがあります。
あれあれ、なんだったっけ、洗面所。こんな感じでドライヤーももちろんあります。物干しとかハンガーとかもあります。で、アメニティですね。歯ブラシ、タオル、人数分ご用意させていただいています。洗濯機も、あと洗剤とかもね、ここにありますので、はい、お洗濯したい方はどうぞどうぞお洗濯していってください。はい、お風呂にも、シャワーじゃなかった、シャンプーリンス、ボディーソープありますよ。そしてこっちがお手洗いです。それではリビングを後にして、廊下を通りお部屋紹介したいと思います。お部屋はですね、4部屋ありまして、全部ね寝室です。まずこちら、このお部屋はお布団のお部屋です。ここからも山がね、綺麗に見ることできますよ。お布団の部屋はクローゼットにお布団が入っていますので、あ、この絵もはるばるカザフスタンからやってきました。愛する花と書いて真中なのでね、その花にちなんだ絵を飾っています。はい、そしてこのお向かい、こっちは窓がね2つついているので、さっきリビングからは見れなかった山も見れます。はい、ではここを出まして、ズン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 、こっちはリビングね。はい、こっち側はじゃじゃーん、こちらダブルベッドのお部屋になります。このお部屋にも可愛らしい絵が飾ってありますが、そうです、カザフスタンからはるばるやってきた絵たちでございます。この真ん中、これ実はカザフスタンのオーナメントの絵なんですよね。なんだけども、カザフスタンのオーナメントと北海道アイヌ民族のオーナメントってもうねほぼ同じなんです。そうなので、あ、なかなかこうマッチしていいんじゃないかな。で、このベッドのお部屋のクローゼットには物干し、こういうやつ、ハンガー、はい、こんなのもあるので、長期滞在の方とか、お荷物多い方とか、お洋服ねかけるとき便利ですよ。では最後のお部屋いきます。最後のお部屋はこちらです。角部屋なので、ここも2つ窓があります。ここはシングルベッドのお部屋ですね。で、こちらがもう一つのお手洗い。はい、こんな感じで全部のお部屋ご紹介いたしました。リビングに戻りましょう。はい、いいかな、こんなんで。はい、ルームツアーおしまいです。もう身内の宣伝で大変申し訳ございませんでした。この動画多分私アップするのって秋頃だと思うので、もうね観光シーズンでもなんでもない、あの夏休みでもないしっていう感じなんですけど、富良野って春夏秋冬、いつ訪れても楽しむものがある、綺麗なものがある、美味しいものがあるっていうようなところなので、北海道に訪れる機会があれば、ぜひ富良野まで足を運んでいただけたら嬉しいなと思います。そして富良野に来たらぜひ立ち寄ってねって言いたくなる民泊、可愛らしい民泊なので、よければこの民泊真中ぜひご利用くださいませ。今日も最後までご視聴いただきましてどうもありがとうございました。それでは今日はこの辺で、ではまた。